はい、こんばんは。1月の19日金曜日ですね。夜のお散歩です。ただいまの時刻は、6時35分ぐらいかな。はい。父ちゃんは絶賛昼夜逆転中でございまして、今日はね、何時に寝たかな、お昼ぐらいに寝たのかな。でさっき起きました。むちゃくちゃやな。あとね、そうそう、昨日ね、レイトショーでエクスペンダブルズの4を見に行ってきました。まあネタバレになっちゃうからあれだけど、まあ主人公のスタローン早めに死んじゃうんですけど、まああまりにも早いんで、あ、これ死んでないなっていうのは分かりました。はい、ジャンプ。よし。今回はなんかもうステイサム、ジェイソン・ステイサムがもうほぼほぼメインみたいな感じになってましたね。でね、ちょっとね、やっぱなんだろう、ストーリーがの展開がね、先読みできちゃいますね、映画をあんまり見てない人だったらハラハラドキドキできるのかもしれないけど、ああ裏切る者絶対こいつだよっていうのはまあまあわかります。まあでも楽しめましたよ。で1500円分は楽しめたんじゃないかなと。であとね、レイトショーだからまあ本当ね空いてるんですよね。お客さんね、僕以外に、女子3人、女子1人、女子2人の計4人でしかいませんでした。今日はね、普段、日中よりも全然安く見れるんで、さらに人が少ないんで、僕はなるべくレイトショーで見るようにしてます。あとマイレージ会員みたいなのがあって、それに登録しておくと簡単に座席予約できるし、なんかマイレージにたまって6回見たら1回ただみたいな、だからいいっすよね。そんなにがっつり見る、映画を見るってわけじゃないんですけど、タイプじゃないですが、やっぱ年にね、3回4回は映画館見に行ってくれて、まあ2年か1年半から2年ぐらいに1回はただで見れちゃう計算になりますね。なんかすげえいい匂い、あのお姉さんか。うんちかな。はい、じゃあ
今日の動画はこれで終わりますね。また明日。バイバイ。